波の第一波を捉えたのは午後3時22分。地震発生から36分後のことだった。放送画面では津波の到達予想時刻を示すテロップが被っているが、まさにその時。しぶきを上げながら宮古湾に津波が押し寄せていた。 IAT 岩手朝日テレビのスタジオは焦りを隠せなかった。なんでここでその状況を伝えてんすか。今来てますよ、今来てますよ、津波が今到達してるよ。テレビ朝日 IAT のスタジオと中継が繋がっています。現在の状況を伝えてください。先ほど6メートルの津波を観測した宮古湾で、今現在津波が到達しています。ご覧いただいているように津波が海岸からどん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 と波が押し寄せている様子が見て取れます。沿岸へお住まいの方は直ちに避難を始めてください。ご覧のように、情報カメラちょっと寄れますか。津波がどんどんと海岸からこちら側に押し寄せている様子が、hey, careful there. Get the shoe out of there. Get it. Get it. Get the shoe. Get it. Get it.